神戸製鋼所、加古川製鉄所。神戸製鋼所、加古川製鉄所は、兵庫県加古川市金沢町一にある、神戸製鋼所のずく一貫製鉄所。上港、後半を中心とする高付加価値の鉄鋼製品を、国内及び、世界各地に送り出している。神戸製鋼所最大の製鉄所でもある。1964年、増大する、鉄鋼需要を背景に、 当時主力であった神戸製鉄所とは別に製鉄所を加古川市に建設することが決定。1968年4月に厚板工場が先行稼働し、1970年8月に航路の操業を開始し、成功工場として稼働した。鉄工一貫体制の振興最大の製鉄所。神戸製鋼所の鉄工生産の80%を担う。 加古川製鉄所の稼働により、神戸製工所は後半も手掛ける総合鉄鋼メーカーとなった。現在3機の航路で稼働している。うち1機は休止状態に入り実質2機稼働である。2007年に1号航路が休止し、解体後新造した2号航路が稼働した。また、近隣に技術開発センターがある。1990年に、 創業20周年を記念して始まった新興加古川フェスティバルは、阪神、淡路大震災などで中止となった1995年以外は毎年開催されており、地域のお祭りとして定着している。加古川市南部や加古郡張間町にかけて粉塵による大気汚染が深刻な状況であり、加古川製鉄所北園に防塵ネットが設置されている。ありがとうございます。